この動画はフローレンス・ナイチンゲールの生涯についての動画です。細かく解説してるので最後まで見てね。はじめに、ナイチンゲールは19世紀イギリスの看護師、統計学者、社会改革家であり、現代看護の父とも呼ばれています。彼女はクリミア戦争時に兵士たちの看護に従事し、看護師の訓練と医療現場の改善に尽力したことで知られています。また、ナイチンゲールは女性として社会に貢献することを目指し、自身の統計学の分野進出や女性解放運動にも関わりました。彼女の業績は、現代の医療現場や社会においても大きな影響を与えており、多くの人から尊敬を受けています。幼少期から青年期まで、ナイチンゲールが生まれた時代背景と家族構成。ナイチンゲールは1820年にイタリアのフィレンツェで生まれました。当時のイギリスは産業革命によって急激な変化を遂げていた時期であり、ナイチンゲールが生まれたフィレンツェもナポレオン戦争後の混乱期を経て政治的文化的な躍進を遂げていた時期でした。ナイチンゲールの父親は富裕な銀行家であり、母親は裕福な家庭に生まれた娘でした。に若い頃のナイチンゲールの興味や教育内容、ナイチンゲールは若い頃から社会や人類に関心を抱いていました。彼女は数学や科学に強く、また社会福祉のための活動にも興味を持っていました。ナイチンゲールは教育にも熱心であり、英語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、イタリア語など多くの言語を習得していました。また音楽や絵画にも興味を持っており、自らも作曲や絵画制作を行っていました。産看護師としての活動への関心とイタリアでの経験。ナイチンゲールは自分の能力を社会に役立てたいという思いから看護師になることを志しました。彼女は当時の女性には珍しい看護師の訓練を受け、1853年にはイタリアのサン・カミロ病院で看護師として働きました。ナイチンゲールはこの経験を通じて病院の劣悪な環境や看護師の貧弱な訓練状況に衝撃を受けました。この経験が後に彼女が看護師としての活動や医療現場の改善に取り組む原動力となることになります。クリミア戦争と看護師としての活動。1クリミア戦争が起こった背景とナイチンゲールの渡航理由。1853年にオスマン帝国がロシア帝国に宣戦布告し、クリミア戦争が勃発しました。当時、イギリスは同盟国のフランスと共に、オスマン帝国を支援するために、軍隊を派遣していました。ナイチンゲールは、この戦争中に、イギリス政府から派遣された、看護師団の一員として、クリミア半島に渡ります。彼女は、女性が看護師として活動することを認めていた、イギリス政府に説得され、看護師団に参加することを決意しました。イフショヒレの状況と看護師の不備。ナイチンゲールがクリミア半島に到着した時、病院は非常に混雑していました。兵士たちは悲惨な環境で過ごし、感染症や栄養不良による死者が多数出ていました。また、看護師たちはほとんど訓練を受けておらず、衛生状態も非常に悪かったため、負傷兵たちの治療に大きな問題がありました。産看護師としての改善活動。ナイチンゲールは現場での経験から看護師たちの訓練や衛生状態の改善など、改善に向けた活動を行いました。彼女は病院内の清掃や手洗いの重要性を説き、患者たちに適切な食事を提供することを要望しました。また、病院内での感染症の拡大を防ぐため、隔離病室を設置し、感染予防策を導入しました。ナイチンゲールの活動は、多くの看護師たちに影響を与え、クリミア戦争中の看護師たちの訓練や、医療施設の改善につながっていきました。帰国後の活動、1統計学の分野進出と、公衆衛生への貢献。ナイチンゲールは、クリミア戦争後、帰国してからも、医療分野で活躍しました。彼女が取り組んだ最も重要な分野の一つは統計学でした。ナイチンゲールは統計学を用いて病院の設計や管理を改善することに取り組みました。彼女はデータを集め、それを分析することで病院の環境や設備が患者の治療に与える影響を理解しました。ナイチンゲールはこれらの情報を用いてより良い病院の設計と管理を行い、多くの患者の命を救いました。また、ナイチンゲールは公衆衛生にも貢献しました。当時のイギリスでは公衆衛生に対する認識が低く、疾患の予防に対する対策が不十分でした。
ナイチンゲールは公衆衛生に関する講義や執筆活動を行い、人の意識を高めることに尽力しました。彼女はまた汚染された水の消毒方法を研究し、清潔な水の供給に取り組みました。これにより水による感染症の発生率が減少し、多くの命が救われました。二女性の地位向上への尽力。ナイチンゲールは女性が医療分野で活躍することを推進することでも知られています。当時のイギリスでは女性が医師や看護師として働くことは稀であり、社会的にも踏み止められることが多かったです。しかしナイチンゲールは女性が医療分野で働くことを支援し、彼女自身も女性のための看護学校を設立しました。これにより女性が医療分野で働くことがより一般的になり、女性の地位向上に貢献しました。ナイチンゲールの業績とその影響、一看護師としての近代化と医療現場への影響。ナイチンゲールはクリミア戦争中の看護師として負傷兵の看護を担当しました。その経験から当時の医療現場にはような問題があることを認識し、改善を求めるようになりました。その後ナイチンゲールは統計学を用いて病院の運営や看護師の教育などを改善するための手法を確立しました。彼女は病院の患者や看護師の数値データを収集し分析することで、効率的な病院運営と高度な看護の実践につながる施策を導き出しました。これは現代の公衆衛生や看護の分野においても非常に重要な手法の一つとなっています。またナイチンゲールは看護師の職業自体に対する認識を改めることにも尽力しました。彼女は看護師があくまで医療の専門家であるという立場を強調し、看護師の地位向上に取り組みました。その結果、看護師は専門家としての地位を確立し、現代の看護師の職業像に大きな影響を与えたとされています。二社会改革家としての活動と女性解放運動への影響。ナイチンゲールは看護師としての活動に加えて社会改革家としても活躍しました。彼女はイギリスの貧困層や受刑者の改善に取り組むなど、社会問題の解決に力を注ぎました。また女性解放運動にも積極的に参加し、女性の社会進出や教育の改善に尽力しました。ナイチンゲールの活動は当時の社会に大きな変化をもたらしました。彼女の社会改革に対する貢献は現代の社会保障や教育制度の発展にも大きな影響を与えています。まとめ、ナイチンゲールは看護師としての業績だけでなく、社会改革家や女性解放運動家としても多大な功績を残しました。その業績は現代でも高く評価されています。ナイチンゲールは近代看護の創始者として看護の現場における改善に取り組み、医療現場の近代化を促しました。また女性が大学に進学することができるようになるきっかけを作り、女性の社会進出に寄与しました。以上です。次の動画も見てね。